洞窟内に発達した照明植生。ドイツヘッセン州クーベイカー・クリスタルホル。鍾乳石の表面に発達した照明植生。ドイツポッテンシュタイン・トゥーヘルシュハル照明植生とは、天然もしくは人工の洞窟内において設置された照明の周辺に形成される植物の群集のことである。通常、洞窟の内部は暗黒条件にあり、 光合成生物が独立栄養生活を営むに必要な光は得られない。しかし、観光資源として整備された洞窟の内部には、来訪者のための照明設備が設置され、照明から供給される光エネルギーによって、光合成が可能となるため、照射部付近に植物が繁茂する。この群落が、照明植生である。照明植生を構成する、生物群としては、 以下のものが報告されている。照明植生の形成に必要な環境条件は十分な照度と湿度である。種子や胞子は気流や水流、あるいは洞窟に出入りする動物や人間などによって運び込まれ発芽する。照明植生における繊維の初期に定着する植物は卵巣や緑巣、それに軽巣などの特定の藻類である。これらの藻類が増殖して、 バイオフィルムが形成されると壁面における水分や有機物の保持能力が上がり、苔植物やシダ植物といったより大型の植物が着生するようになる。照明植生の反応は洞窟に様々な問題を引き起こす。洞窟内に照明植生が生じると、洞内に基礎生産が生じて洞窟内の生態系が格乱される。また植生が発生すると、 道内表面の正常が変化するため、訪問者は洞窟に対して誤った印象を抱いてしまう。照明植生は、道内の美観を損なうだけでなく、植物が分泌する酸などが壁面の劣化を促し、鍾乳石や洞窟壁画などに深刻な損傷を与える。緑色照明による鍾乳石のライトアップ。福島県田村市の阿武隈堂。 照明色性の発生を抑制する一つの方法は、道内の照明を常時点灯するのではなく、訪問者が来た時のみ点灯するように制御することである。照明の位置を周期的に変更することも効果がある。さらに波長を調整した LED 照明に変更することで、光合成を抑えたり、あるいは照明からの熱放射が減ることで、照明色性を減退させることができる。 このような照明色性のコントロールはニュージーランドのワイトも洞窟などの観光道を中心に検討されている。日本では山口県の州報道などで照明色性の抑制に関する研究が行われている。例えば従来蛍光灯を用いていた照明設備を LED 照明へ変更することで発熱や光合成に利用される。 波長域の低減などが可能になると報告されている。特に紫色と黄緑色の LED を組み合わせた緑白色の照明が光合成に不向きであり、照明色性の成長抑制に効果的であるとされる。ありがとうございます。